こんにちは。いつもご視聴いただいて、いただきありがとうございます。ちなみに今、どんな体勢で見ていただいてますか？こうやって見てませんか？見てますか？こうやって。こうやって見てると、27キロの負荷がこうかかってるのと同じなので、首がすごい張りやすいんですよ。27キロ。首をこうやって60度傾けるだけで、ここにね、27キロの重りが。バットと同じ。はい。頭はだいたい5キロだけど。頭5キロだから、だいたい5倍負荷がかかるんですよ。重力もあって。なるほど。スマホって、うん、こうやって見ると、うん、首に負担がかかない。いいわ。だろうね。心がけて見てください。うん、ということで、今日は首のこりを自分で解消する方法を紹介していきます。首こりはさっき言ったみたいに、こういうスマホを見る動作とかデスクワークとかでやっぱ首って凝っちゃうんですよ、うん、皆さん凝ってると思うんですけど、最近多いのが頭が前にこうやって落ちちゃってる人がすごいんですよ。こうだと常に後ろはこうやってギュッと縮こまってて、で今度スマホ見て、で今度前側がこうやって縮こまってる状態、うん、なので常に後ろか前どっちかがこう縮こまってる状態が今非常に多い。なのでこの縮こまった状態を解消してあげると首は楽になってきますので、今からそれを紹介していきます。で今日お伝えするのはですね、3つあります。3つその3の出し方でかっこいい。で1個目が首の筋肉を直接ほぐしていくんですけども、首の筋肉ってこうやって押すのって難しいんですよね。だから押してダメなら引いてみろ。なるほど。ということで女性のように、そう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 ね、こうやって押してダメなら引いてみろ。筋肉にも一緒です。でここの胸鎖乳突筋っていうこう筋みたいな筋肉が横側両方あるんですけど、胸鎖乳突筋を掴んでちょっとこうやって持続的にこうやって圧をかけるんですよ。10秒くらいで、これをこう大体鎖骨の上くらいまでやっていくんですけど、結構上の方は硬い人って痛いと思うんですよね。これだけで、これを10秒やって、でずれて大体10秒くらい持続圧、持続圧が一番筋肉ってほぐれるんですよ。これってあれですよね、皮膚じゃなくて筋肉ごと掴んじゃってる感じですよね。もう筋肉ごと掴みます。この胸鎖乳突筋筋のこの筋肉を、強さが難しそう。そうだな、でも自分で痛気持ちいいなって感じるくらいがいいんですけど、うん、ちょっとこう軽くつねる感じ、うん、つねるようにこうやって圧迫かけて、でこっち終わったらこっちやっていきますね。あれこれ何分やるんですか？これ1箇所につき10秒くらい。あ、10秒くらい、はい、大体2往復くらいですかね。難しいことをやろうと思ってもなかなか難しいじゃないですか、うん、だからここはねあれなんですよ、逆転の発想、うん、いかに簡単にその難しいことと同じ効果、それ以上の効果を生むかと、うん、いうことでこれを。なるほど、はい、簡単だってことを言いたいのね。簡単だってことを言いたいです。やってることだね。はい。だいたいこれも2往復くらいやったら、今度後ろの胸板状筋ってここにもこう太い筋肉があるんですよ、うんうん、でこれはこうやってやるんじゃちょっとねあれなんで、もう全部ガシッとこうやって掴む感じ、ここの筋肉も掴む。なるほど、はい、これも10秒くらい指全体でやった方がこう手間が省けるというか1回です。これも10秒くらい圧迫して、でもう1回で、これ両方やってもいいんですけど、両方やると筋肉が引っ張り合うんで、うん、なかなか筋肉をつかめないんですよ、うん、だから片方ずつで左終わったらこの右もつかみます。アップにしてます。ちょっとつかんでます。もう1回離してつかんで、ギュッとこんな感じですね。こんな感じです。はいはいはい。首ガチガチに固まってる人は疲れないかもしれない。あー、ピンとも確かに張り付いてるっていうんですかね、表現は筋膜レベルから。そう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 。でこっちも終わったら、結構これだけでも軽くなる人いると思います。いや絶対軽くなると思う。それだけこう持続して血流溜めてパッて離すことによってさーっと流れるので、うん、すごい血流良くなってくるんで、うん、2つ目前側のこう縮こまりを解消していくんですけど、指4本をこの鎖骨の上にぶさします、うん、でこのまま上向きます。こう上向くとここの筋肉もこう上に引っ張られるんで、指がこう浮いちゃうのだけ注意してもらって、下に押し付けながらストレッチするように、この状態でだいたい首40度ぐらい、うん、15回横に振ります。いきますよ、はい、1、2、それ足りるよ、4、5、
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65
ここくぼみがあるんですよ、両サイド。で、真ん中たどっていくと、ここに、いわゆる盆のくぼですね。ちょうどね、指がスポッとはまるとこがあるんですよね。はい、ここに指2本、グッと押し付けて、はい、この枠上下、こうやって動かして、押したまま、この15回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、OK です。お、うん、楽になる。そう、そう、楽になるんです。首が凝ってしんどいっていう方とか、あとは仕事中ちょっと首疲れてきたなっていう時にお伝えした3つやってもらうと、結構頭の位置もこう出てたものが自然とスッと元の正しい位置に戻ってくれるので、ぜひ試してみてください。では本日もご視聴ありがとうございました。